はい、こんにちは。京都丸太警備士チャンネルのナビッキーでーす。こちらですね、自動回転式調理器のシェフドラムですけど、今回ですね、こちらのシェフドラムを使って焼きそばを作っていきたいと思います。レシピ本の中ではね、焼きそばっていうの、レシピなかったんですけど、焼きうどんがあったんでね、多分それって同じように作ればね、焼きそばも作れるかなと思いますので、早速作ってまいります。はい、シェフドラムのレシピ本の中から焼きうどんがあります。メニュー番号は 3-14 番です。傾きさん、時間が12分、回転ありですね。こちらの方で、ちょっとレシピがあるんですけど、こちらの方ざっとね、やるとまあ豚バラとか人参とかを、切って、うどん、まあ、そばですけどね、今回は、ほぐしておいて、あとは材料を鍋の中全部入れて、ボタンを押して終了ってやつですね。まあ、こんな感じでね、ちょっとアレンジしてね、作っていきたいと思います。はい、材料の方です。焼きそばですね。焼きそばね、粉末のソース入りの焼きそばですね。こちら、袋麺、これ100円ぐらいかな。それと、こちら、炒め物用のね、野菜、袋ですね。こちらも、100円ぐらいかな。そして、豚バラ肉。こちらはだいたい 80g ぐらいですかね。まあ、これを今回ね、全部ぶち込んでね、いきたいと思います。はい、焼きそばの方ですね、ちょっとほぐさなくてはいけないので、電子レンジでね、だいたい2分ぐらいですね、こちら温めて、事前にね、ちょっとほぐしておきました。若干ね、水入れてね、ラップしてね、やるとね、ほぐし具合がなかなかいいと思います。それではね、野菜と肉とほぐした麺と、もうこちら粉末のね、ソースでちょっとだけね、中華ペーストの方も入れましたんで、これでね、今から調理していきたいと思います。それではね、出来上がりましたので、ちょっと蓋開けてみたいと思います。湯気めちゃ出てるな。それではギブバース。うおー、ちゃんとね、焼きうどんモードでね、ちゃんと焼きそばね、できてますね、しっかりと。わあ、これはね、やっぱりできるもんやな、シェフドラム。はい、完成しました。焼きそばですね。レシピ本の中ではね、焼きうどんの設定でやったんですけどね、まあ、うどんもそばも変わらないっていうことが判明しました。それとはね、インスタント系のね、焼きそば、それと、袋入りのね、野菜とかカット野菜ってやつかな。そういうのをね、買ってきてボンと入れてるだけなんでね、ほんまお手軽でね、できる焼きそばです。それでは、早速いただいてまいります。それでは、早速いただいてまいります。いただきます。ちょっと本日ね、アルコール、ビールね、ちょっと本麒麟ですか。こちら買ってきたので、こちらと一緒にね、ちょっと食べていきたいと思います。それでは、ちょっと失礼いたしまして乾杯。あー、うめ。さあ、焼きそばですね。まあフライパンでね、ちょこちょこってやればねいいんですけど、シェフドラムの場合やったらね、もう入れて、まあ、ボタン押してすぐですからね、ほったらかして10分ですか。調味料とかも全部ねさっき入れてきました。それではいただきます。うんうん、あ、ちゃんと味もしっかりついてます。で、味の方ですけど、袋入りのね、焼きそばに、ソース、粉末ソースね、入ってあるやつをね、全部一緒にぶち込んでね、やって、ちょっとだけね、隠し味じゃないですけどね、中華ペーストをね、入れたんですけど、あと最後にね、ちょっと青のりをね、振りました。うん。うん。うん、美味しい。でね、蓋閉めることによって、すごい蒸気が出てるから、無水料理っていうやつかな。水使わんでもね、野菜とかの水分で、麺をほぐしていくから、電子レンジのね、ほぐしちょっとだけね、やって、それでね、こんだけちゃんとね、できるのね。やっぱすごいね、シェフドラムっていうのは。それと、こちら豚バラ肉の方もね、ちゃんと火通ってますのでね。うん。美味しい。でね、野菜の方ですね。うん。
あ、野菜の方もね、カット野菜をそのまま入れたんで、それでもね、シャキシャキ感がちゃんと残ってます。うん。ちゃんと炒められていますね。うん。すごいな、シェフドラムって。多分ね、他のメーカーからね、いろんな自動調理器がね、出てると思いますけど、やっぱりね、斜めにして、回って、炒めるので、こういう焼きそばとかチャーハンとかね、すごいね、いい感じで、できるし、他のやつって回らないから、圧力とかそういうやつだけでやるのかな。だから、こういう、焼きそばとか、焼き飯とかできない、まあ、できるかな、ちょっとよそのやつちょっと知らないんですけどね。まあ、このシェフドラムに関しては、やっぱり斜めにして回るっていうのでね、ちゃんと、焼きそばとかの方もね、ほぐれて、すごくいい感じでね、できてますよ、これ。うん。まあ、あえて言うたらね、麺が若干ですね、もちもち、水分が多いかな。だから、カリッとするような焼きそばは、やっぱり、フライパンとかでやった方がいいと思いますし、手間暇かけるんやったら、一回ね、ほぐしてからオーブントースターとかでかけてちょっとカリカリ感出した方がいいかもしれんけど、それやるとフライパンでね、炒めてやった方が、早いし、いちいちシェフドラム使わなくてもいいと思うんでね、うん。あくまでも、まあ、スーパーとかで売ってる、袋麺と、ほんでカット野菜をそのままほんまに何もせんとぶち込んで、で、ボタンを押してできるっていう、ほんま、時短料理。うん、ほんま、ナベッキーね、このシェフドラムで、ほんまに手間暇かけずにね、時短料理ができるような、ね、感じの動画作っていきたいし、そういうレシピを作っていきたいなと思ってるんでね、またこれからもね、いろいろとチャレンジするんでね、また、視聴お願いいたします。はい、シェフドラムで作った焼きそばの方、完食いたしました。ごちそうさまでした。本当にね、スーパーで売っている100円ぐらいでね、3袋入っている、焼きそば、粉末ソース入りのやつですね。それと、カット野菜、だいたい100円、100円ぐらいで売ってるのかな。本当にね、200円ぐらいでね、ほんま作れたね、焼きそばなんで、簡単でした。ほんで、まあ、麺ほぐさなあかんかったけどね、基本的には全部掘り込んでボタンを押したらできるっていうのでね、簡単にできたので、時短料理とかね、本当に、帰ってきてすぐにね、作れるような料理、焼きそば、判明いたしました。まあ、これからね、いろいろとそういうね、簡単レシピでね、できるようなね、料理を紹介していきますので、またチャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いいたしましょう。皆様、それでは、さよなら。シェフドラム最高。